火災や地震などの災害現場から人命を救助するために、全身全霊でこの大会に臨むことを誓います。6月18日土曜日、滋賀県消防学校で滋賀県消防レスキュー大会が開かれました。この大会は消防救助技術の習熟を通じて消防救助隊員の災害対応能力を向上させることを目的に毎年開催されており、40回目を迎えた今年の大会には県内7つの消防本部から選抜されたおよそ150人の隊員が集まりました。隊員たちは日々、努力をいたしまして、強靭な体力、それから精神力、また、高度な技術を持ちまして災害に対応いたしまして、県民の皆様の、期待に応えるべく消防救助隊を目指しております。この大会につきましては、そういった隊員を育成するための大会でございます。大会種目は全部で7種目、すべての種目が実際の消防活動に必要な救助技術となっています。こちらはロープ応用途半、途半者と補助者が協力してロープを使い、15メートルある建物を一気に登ります。続いて匍匐救出、隊員が火災現場を捜索し要救助者を屋外に救出した後、安全な場所まで搬送します。ビルや地下街などで煙に巻かれた人を助け出すことを想定した競技です。すべての種目には標準所要時間と持ち点が設定されており、救助に要した時間はもちろん安全性なども評価されます。成績優秀者は滋賀県の代表として東近畿地区指導会や全国大会へ出場します。午後からは引き上げ救助と障害突破が行われました。引き上げ救助は隊員が建物から一気に降下、要救助者を探し出して建物内へ引き上げます。地下やマンホールなどでの災害を想定した競技です。最後に行われたのが障害突破、隊員が協力して乗り越える、登る、渡る、降りる、煙の中を通過するといった基本動作により障害を突破します。鍛え上げられた救助隊員の姿を見た見学者からは大きな声援や歓声が上がっていました。4月に発生した熊本地震でも倒壊家屋からの住民救出など多くの消防救助隊員が活躍しています。自然災害が多発する中、消防に対する期待はますます高くなってきています。やはり人命救助が大事でございますので、災害現場に行きましたら人命救助にかかりまして、あとは災害を最小限に食い止めるということが我々の仕事でございます。